どうも皆さん、リンクでございます。アンダーウッディサウルスウルルの身体測定度は39ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、なんかちょっと蛍光灯の反射具合が良くない。あー、これぐらいだと見えますかね。これなら OK。 はい、じゃあ行きます。おいで、ウルル降りて。はい、 20.4って感じですかね。はい、いいんじゃないですか、体重的には。俺ちょっと今日軽くなってるかなと思ったんですけど、意外だね。ありますね、全然体重。へえ。ちょっと今月ね、コンスタントじゃなかったかなと思ってて、餌の値の、まあお盆あったりとかそういうのもあるんですけど、ちょっとね、餌の値がコンスタントじゃなかったと自覚しておるところがあるんですけども、あとね、ちょっとレッドローチはね、小さいんですよね、今。まあ、その辺ちょっと話していくのを映しながらにしましょうかね。すいません、ちょっと映しながらにしましょう。じゃあちょっと、横どいてもらってですね。よいしょ。あ、俺が映っちゃう。私が映ってしまいますね。はい。はい、ということで、アンダーウッディサウルスのウルルです。39ヶ月目ですね。ちょっと、白いと思います。脱皮前というやつです。まあ、まだですけどね。でも多分もう今1週間ぐらいで、するんじゃないかなと思っております。はい、体重減ってると思ってました。正直意外な結果かなという感じでございます。ちょっとね、餌の頻度が普段よりもコンスタントではなかったかなと思いますね。まあ、普段がめちゃめちゃコンスタントなんで、ちょっと、いろいろあってちょっとずれてしまったところはございますね。ちょっと私仕事の関係もあったんですけども、それちょっと言い訳に過ぎないので本当良くないことなんですが、まあ変わってないでよかったですね。まあ一応餌は欲しがって出てきた時にはあげてましたんで、すごいこうコンスタントに上げてる時っていうのはもう餌準備して本当にいらないって確認するような感じで、あの見せたりしてて、わざわざ食いつかせたりしてたこともあったんで、まあ、自分から出てきてる、タイミングでは上げてましたんで、そういった面でキープできてたのかなというふうには思います。ただ最近ちょっとね、レッドローチがね、小さいんですよね。一時期、最近、あの、うちのレッドローチすごく大きくて立派になってますよみたいな話をしてたんですけど、ちょっとね、あの、そうではなくなってきてます。だから一番最初こうすごくちっちゃかったんですけれども、ある時から、フスターの人工餌とか、ツノガエルの人工餌とか、まあそういったものを混ぜて与えるようになってから結構立派な、レッドローチになって、すごくレッドローチ大きくなってきましたよみたいな話をしてたと思うんですけど、そこからあんま変えてないんですけど、でやってるとね、今度ね、どんどん細くなってきたんですよね。もともとは絶対的にちっちゃかったっす。で、人工餌こういろいろ上げていくようになって、太さも出て、で、長さの方向にもすごく出て、あ、立派になったなと思ってたんですけど、最近ちょっとね、細いっす、全体的に、レッドローチが。長さは短くなってないんですけどね。ちょっと、細いなって思ってます。もう脱皮しないと大きさ変わんないんで、今この状態で餌変えても、もう全員アダルトなんで、今いる子たちが。別に変わったりとかそういうことはないんですけど、ちょっとね、いまいちかなと思ってます。多分ね、今あげてる、ゼリー以外の餌が良くないのかなっていうところですね。今、ツノガエルフードの余ったやつあげてるんですけど、これのね、食いがね、良くない。もともとレッドローチゼリー以外の食いがあんまり良くないんですけど、これ輪をかけたように良くないんですよ。本当に。なんで、ちょっと、思ったよりもゼリー単色に近いような育て方になってるんじゃないかなと思ってます、今。それがちょっと難点ですかね。もうなくなるんで、それも。まあ、なくなった後ちょっと何をあげるのかっていうのはよく考えていかないと思います。リビアは本当に何でもあげて何でも食べてくれるんですけど、レッドローチはね、ちょっとね、あげるもん考えないと食べてくれたり食べてくれなかったりするんですよね。そこが難しいなと思ってます。餌としてはすごくいいと思うんですけど、よく動いてくれますんで、食いつきもいいですしね。大きさもウルルにとってはすごくいいんで、扱いやすいんですが、ちょっとその辺が欠点やなというふうには思いますね。なんか偉い。よし。こうすらピントいい感じかな。全体的に。全体的にいい感じのピントにするのはなかなか難しいですけどね。それ以外の点はね、ウルルちょっと床材の動画上げるっつってね、ちょっとすいません、上げられてないんですけれども、結局うまいこと使える方法を見つけて、うまいこと使ってます。はい。その辺も含めてちょっと動画にしたいなと思いますけど、ちょっと遅くなってて申し訳ないなと思いますが、まあおそらく来月には上がるでしょう。9月にはね。今日8月の多分最終日に上がってると思いますんで、これ。おそらく9月に上げられると思います。非常に遅くなって申し訳ないですけれどもね。
そんなに珍しい特材はちょっと使ってないんで、今、本当によくあるコーンリターってやつですね。あれ使ってますんで、まあ、そんな、もの珍しいものではないとだけはもう先にお伝えしておきます。餌の食いとか自体はウルルは全然変わってないですよ。非常によく食べてくれてます。出せばしっかり食べて、くれてて。まあ、2匹目は相変わらず要求してこないですけれども、1匹食べたらまた1日あげたりとか2日あげて、欲しがってくるという形ですね。非常にわかりやすいです。私が前に、ケージの前に行った時にお腹空いてれば、割と出てきてくれますね、自分から。まあ、出てこなくてもなんか、で、さっき言ったみたいに、こう、見せるとわざわざ食べに来るときあるんですけれども、基本的には自分から出てきたときにあげようかなと思ってます。食べさせすぎ防止っていう感じですかね。いやー、わかんないですよ。真実は何かわかんないですけども、まあ、コーンスネークのホルモンが落ちたりとか、ヒョウモントカゲモグリ折れば落ちたりとか、ああいったことがあってですね、まあ、肥満が原因だったかどうかっていうのはちょっと謎なところあるわけです。まあ、ヒョウモントカゲモグリに関してはちょっとそうではなかったと思いますけど、今回の直接的な死因に関して言えば。コーンスネークに関しては、まあ、それも一因にあり得るんじゃないかというところでございます。まあ、絶対それやとは言い切れんところもありますけどね、もちろん。なので、ちょっと餌の量っていうのかな、そういったのでちょっと今、まあ、この子だけじゃないです。他の子もなんですけども、全体的にちょっと気つけてます。どっちかというとちょっと、粗食気味というか、で育てるように、大幅に切り替えてます。実際にじゃあどれぐらい抜いてるのかって言われるとちょっと難しいんですけれども、ちょっとね、餌の量と、頻度に関しては、今までよりも気を使うようになったかなというふうに思いますね。まあ、多少ね、少なくてもやっぱ肉食のこの子たちはそんなに、急激に弱ったりとかすることではないですから、ちょっと少なめ少なめぐらいの方が調子がいいのかなというふうには思います。長生きさせるって面ではその方がやっぱりいいかなと思います。ちょ、草食の子たちは別ですよ。またね、リクガメとかそういった子たちはまたちょっと別な話だと思いますけれどもね。そもそも餌あげる頻度は全然違いますから。うん。まあ、なんで、ウルルのね、体重今、今月俺ちょっと少なめにしてたつもりだったんですけど、変わってなかった。むしろ増えてたぐらいなんで、ちょっとびっくりしてます。もう成長するってことはね、基本的にないと思ってましたんで、うん、体調的な大きさとかそういった面ではないと思うんですよね。なんで意外と大きくなってますね。排泄はちゃんとしてます。もう、オレバーの時にそれで痛い目見てますんで、ちゃんと排泄しっかりしてるっていうのは、確認してますんで、大丈夫だと思ってます。はい。まあ、今んとこね、ウルルは、床材を使った飼育にしてるわけですよね。ペットシーツを使ってない方法でずっと飼ってますんで、まあそれがいい方向に働けば、オルバーみたいにプラグで詰まったりとかそういうことは少ないんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうね。この辺がまあヒョウモントカゲモドキとアンダウッディサウルスで根本的に違うんで、なんだかんだやっぱアンダウッディ飼いやすくて、まあ私のツイッターフォロワーもね、地味にアンダウッディサウルス飼ってる人ね、ちょこちょこ増えてるんですよ。ありがたいことなのか、まあ多分ウルルを見てそこからこう来てくださってる方が多かったりするのかなと思いますけれどもね。なので飼育してる方は確実にいるんですけれども、いまいちこうたくさん情報があるわけではないという印象ではありますんで、どうなんでしょうね。まあその辺のプラグの感じっていうのがですね、まあやっぱオージアモリですから、そのね、当然精液の出るところ、まあ、ありますから、その辺で詰まったりとかしなければいいとなと思うんですけどね。ただ脱皮不全がね、この子はオルバーに比べるとちょっとありますんで、たまになる時あるんで、その辺のちょっと気ぃつけてるのは気ぃつけてます。だ今の構成になってからね、ちょっと脱皮不全はなりにくいんじゃないかなと思ってるんですよ。床材をその大丈夫にした理由の結局、シェルターを変えたってところで、ずっと日装のモイストシェルター使ってたんですけど、ウルル久しぶりに今、須藤さんのメットシェルター使ってます。で、結果こっちの方がいいんじゃないかなって。当時日装さんの方もすごくいいって言ってたんですけど、結果ね、いいんじゃないかなと思ってます。床材に与えるダメージは須藤さんの方少ないので、こっちを今愛用して使ってますけどね。ちょっと乾きにくいってのありますよね。水入ってる状態で触ったりしなあかんのはちょっとめんどくさいなと思いますけれども、その辺はもうでもね、毎日とかこまめに世話してると関係ないかなってところはありますけどね。床材にやっぱあんま落ちないんですよ。水がってか染み出ないんですよね。その接地面のところに塗装がしてあるんで、あんまり陶器のところから水がじわじわ染み出てこないんで、そもそもその水のなくなりが遅いわけですよね。日装さんのやつに比べると。そこがまあ結局床材にとって良かったんで、自分は今使ってますけど、最初変えた日はすごく大変でしたけどね。全然入ってくれねえんでやっぱりその変わったって分かるんすよね。全然入ってくれなかったんで、これダメかなって思ったんですけど、まあ2、3日すりゃね、いつもと同じように使ってましたわ。
この辺の柔軟性っていうのはもうこの子も大人ですから、タフやなと思います。それはまあありがたいですよね。飼育してる側からするととてもありがたいことでありますけどね。すごい動くやんつって、まあちょっと脱皮前なんであんまりちょっとガチャガチャしたくないなっていうのもありますんで、まあ10分ぐらい経ったこの辺でやめさせていただこうかなと思います。はい、脱皮不全にならないようにちょっと気をつけて、向き合いたいなと思います。ということで、今月見ていただいてありがとうございました。まあ、ということでね、来月の身体測定動画、まあ来月は多分床材の話がもっと具体的に出た動画が出た後なんでちょっと喋れるかなと思いますけども、はいよかったら別の身体測定動画とか、あるいは、別の動画にてお会いいたしましょう。ではお疲れ様です。ピントが合ってない。